皆さん、こんばんは。どんない農村局の日刊ニュースでございます。2月20日までの情報によると、どんない層、労働者、年齢によれば、デッドの休暇後に70万以上の組合員および労働者が安定した仕事に復帰し、福祉率は99%近くに達成しました。 奥の企業が注文を受け、ロロサたちは良きで元気な気持ちで任務に取り組んでいる明るい気ヤシです。で企業ではフォンテーヌグループが6年5万人以上のロロサを。 動員しほぼ100%の復帰率を達成しましたまたポーソンベトナム有限会社も99%の復帰率を達成しています中小企業では従業員の復帰率も十分です企業及び基礎労働組合のリーダーシップは 労働者をゲットで出迎え工場に降りておにぎり激励し労働者と企業との緊密な結びつきを促進しています年明け後の労働関係は比較的安定しておりほとんどの労働者が企業と共有し生産に集中しています一連の新たな経済政府は2014年3さ 3月より正式に実行されます運輸送は鉄道サイレルサリオの技術的安全品質及び環境保護の検査を設極するために2つ第一号を発行しました受託によりますと技術的安全性及び環境保護の品質検納審理は生産検査 組み立て検査、順次検査、平均検査、定期検査が含まれるとのことです。国鉄地で運行されている車両の西洋都市から30年以来の定期検査式は、期間差、自装式特殊車両が18ヶ月中、客車差が14ヶ月中、傘および自装式特殊車両が20ヶ月中となります。さらに、西洋都市から30年を超え、大量年収が残っている車両。の の定期検査機関は、機関車ンサ市場式特殊車両が融合か月客さがユニカ月中、ュー及び移送式特殊車両が15か月中となります。東日 キー動を設定するための農機恩例権力モデルを環境観察し,てしました。 クワンチュ共同組合は組合員が53人で栽培面積が約90ヘクタールになっています。昨年の収穫ではロリアンからの利益が1ヘクタール当たり4億から12億ドンまでもらしました。ロリアンブランドの構築を目標として、ロー共同組合は栽培地域コ度の手続きの完了やベトギャップ基準に基づくロリアン栽培を目指して、高収量ロリアンに向けて組合 ロリアンの大災やテレを援助するための栽培専門チームを設定しています。また、同協同組合は生産投資や安定した市場を得るための優先樹脂に近づくことを願っています。2024年第9回オンバーゴラフェスティバルライゾーサー数は5巻5万以上に。 リンハシ、ヒップハーク、タト、コジインデ、ライキュカイ、アンバゴーダー、フェスティバルオ、開催する組織ソシキイン月イワ、ニガチュー、ニハチニチンカラ、ニジュニー、ニチマデ、ゴカン、ゴカカン、ゴノ、オマチュリギワ、ゴマニン、イジョノ、ライゾー、スーガ、オトルゼ、 古代オペラの公演ユニコーンライオンドラゴンのパフォーマンス武道ベトナム語と中国の書道の合流などの文化芸術スポーツのプログラムには数千人のライオさが集まり人々や人類さが楽しませます2月22日午前には61個の風船と長さ10メートルの風船ドラゴンによる気球放出式が 行われました同日よりにはアンパゴラ建立340周年を祝う3000個以上の花とろの放流式が行われ国の平和豊かな会国民の幸福を祈念しました今年のフェスティバルへの来場者数は非常に多いですが安全と秩序の状況は依然として保障されています祭、ま、り開催期間中は 開催バンクハッチ防止、交通安全、記念品の保護・保存・環境衛生などが厳格に実施されます。2013年も各業者及び中小企業は引き続き、奥の、からと、フレッに、 直面していますしかしビジネスをイージーと発展させるという決意のもの企業は2014年の初めから生産とビジネスを安全化および発展させるための多くの総流産を導入してきましたハイビス生産シ設テハイビーコフィーブランドは焙煎コーヒー生産と全国 リジットを専門とし平均消費利用は月あたり2.5トンになりますト投入原材料価格の予想による圧力を受けてロ同施設置はローブータアピーカーコーヒーを直接購入し以前農場に企業やサプライヤーからの原材料への依存を制限しましたこのシス施設はまたバイセンラインシステムに15億トンを投資しました安全な食品ビジネスであるゴンハーフニとって2014年は 特別な投資になりました。なぜなら、同志テちは家庭用ビジネスから企業にアップグレードしたからです。プロモーションを強化し、評判と製品の品質を向上されるために、ブランド、アイデンティティと生産設備に関連する全てのコンテンツも刷新されました。企業レベルへの アップグレードはシスチの密注防止、おこせ品が欲注防止、さらには異物注防止にアップグレードするために必要な条件を 育ているための有利な条件でもあります各業者も従業員に新年を迎えることを動員し、それしています。東市一車株式会社の所持者のチェンャンニン・リさんは、会社の発展に対する従業員の重要性を従業員に理解させ、それによって従業員の役割と責任を強化する必要がありますと語りました。2024年は新型コロナウイルス 感染症の流行と世界経済不況の影響が収まり生産とビジネスのブレイクスルーを生み出す優秀な年になると企業は予想しています。さらに政府は多くの支援政策を実施しており地方自治体はそれらを本的価値同時に実施しています。